どうもこんにちは、ザワチャンネルです。いや、ちょっとまた言っていいですか。本当にね、丸亀国際ハーフマラソンあったじゃないですか。いや、本当とんでもない選手をテレビほとんどスルーしてるんですよね。いやもっと行くべきだろうと、もっと言っちゃっていいでしょうと。金さんもね、若干は言ってましたけどね、いや、もっととんでもないでしょう、この人選手は、ということで。だからもう僕は変わって言いますよ。倉敷高校の真浦ですよ。何なんだ、あいつはと。いや、めちゃくちゃすごくなかったですか。あのメンバーの中に倉敷高校のユニフォーム着た真浦選手が走ってたんですよ。先頭グループで。ね。3位。1時間59秒。え、これすごくないですか。もう丸野選手18歳でしょ、まあ、去年ね、あのニャイロ選手が 丸亀で1時間50秒で走ってるんですよ。けどニャイロ選手は19歳ですからね。丸野18歳で1時間59秒。いやー、ほんとね、なんかすごく、なんでここにマウラがいるんだって言ってても、マウラ選手出たんですね。出てたんですね、丸亀ね。いや、ほんとびっくりしたなと。まあ、あの、先週ね、中国山口駅伝で僕の隣をね、颯爽とマイクロバスに駆け込んでいた選手が、まさかこんな大記録をね、打ち立てるとはということですよ。どうしてもっと言ってやらないんだということですよね。なんか、しかもね、世代選手なんか、あの58分台の記録持ってますからね、丸亀、この2位に入ってるね、その世代選手を食っちゃうんじゃないかという、あのラストのスプリント、いや、ほんとね、もうびっくりですね。これどうなっちゃうの、真浦選手っていうね、18歳でこれから、ほんととんでもない怪物がね、まあもう、まあ、僕はあの去年のね、もうインターハイというか、その前の4月のもう、あの中国実業団記録会かの時に、マウラが来るっていうことで、もう行ってみた瞬間に、これはとんでもねえやつが来たなと。はい、思ってましても、インターハイもね、やっぱ3000メートル障害優勝してますし、で、まあもう駅伝シーズンはもう記録連発じゃないですか。いや、ほんとすごいなと。これはね、もう、まあ今季といいますか、この2017年の、はい、黒崎播磨でのマウラ選手のこの活躍、これは期待できるなと。去年もね、ポール・釜石選手が、織田記念でのね、走りを買われて、ケニアで代表選考会に書いたんですよ。まあ、結局は、怪我か不調かで出てなかったんですけれども、これ、マウラもあり得るというところですよね。ほんと、タイム次第によっては、ほんとまたケニアでね、選考会出て、で、ケニア代表で、ロンドンの世界陸上。これもね、十分あり得るんじゃないかなというところですよね。まあ、もう、世界とこれだけの勝負をしたっていうのが、まあ、世界っていうのは、福岡で勝った、世界じゃないですよ。ね。世界選手じゃないですよ。はい。世界選手じゃないですけれど、58分台持ってるこの世界選手にここまでやったっていうのはね、大いにね、評価できるところだと思いますんでね、ほんとね、2017年のね、マウラ選手。楽しみですよ。ほんともっとね、テレビで言ってくれよっていう感じだったんですけれどもね。まあ一人で、それをテレビの前で言ってたって、僕が言ってたって感じですよね。はい。まあ本当今期のね、マウラ選手の活躍にも皆さん、大注目、お願いいたします。ゾウチャンネルでした。